はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、今日やっていきましょうということで、小西文章ですかね。はい、まあ、どうタイトルつけていいのかちょっとよくわからないんですけど、まあ、デタラメっていうわけにもいかないしね真実かどうかもわからないということになってるんですけど、なぜかいきなりなんか突然ですね、まあ、小西文章でなんか高市早苗さんに対してですね、まあ、小西さんが総務省の公文書と言ったらいいのかな、これでいいのかな、小西さんが手に入れた総務省からの公文書を使ってですね、高市早苗さんを、まあ、要するに、こう、要するに、これおかしいんじゃないですかっていう、まあ、追及をしてると。まあ、言うことになってるんですけど、どういうわけか知らないですけど、統一地方選挙に、公文書を使ってやるんかっていうふうな、ちょっと私も見ててね。はい。まあ、立憲民主党も、ここに来て、要するに、勝負手を打ってきたんかと思ってね。まあ、ちょっと楽しみにしてたんですけど、はい。まあ、なんか最近なんかまるでなんかなかったかのように、要するになんか沈静化しようとしてるのか、なんかツイッターも盛り上がりにいまいち欠けるなというふうになってるんですけど、まあそれはちょっとじゃあ言っといた方がいいのかなっていうふうな話になるのかなっていうことでね、はいということなんでね、はい、まああのいやいや、そのわざわざね、わざわざやっぱこう火をこうくべようとしてるわけですから、まあそれはやっぱ触れとかなあかんやろっていうね、話ですね。はい、よろしいでしょうか。はい、ということでありますが、全員でやってますんで、私ね、はい、全員でやってますんでねはい、ということになるんですが、実はまあ別に全員でというよりもずっとまあ考えてたんですけど、これどうやってもマスコミが困ることになると思うんですよねこれどうやってもマスコミが困ることになると思うんですけどっていうつまりどのパターンでどういう風になったとしてもいいですか。要はそのパターンとしては高市早苗さんが負けるとか、小西さんが要するに勝つ、小西さんが負ける、小西さんの要するに部署がデマだった、総務省の誰かが要するにデマ情報を流していた、どれだったとしてもまずいだろうっていう話になるんですけど、はい、私の意見としてはこうですね、はい、電波オークション導入したいのかみんな、マスコミじゃないみんなが電波オークション導入したいのはまだわかるちなみに一応言ってきますけど、私電波オークション反対ですのでねはい、はい、今のうちにあのマスコミとかもろもろテレビ局改革しないとこれ大変なことになりますぜ言ってるんですよ私はい、電波オークションするんだ、まず内部の改革終わってからさっさとやれっていう、だから内部改革をしましょうねっていう話を前言としてるんで、今やったら俺大変なことになるんちゃうかと思ってるんではい、まあ、でも多分な導入するかなっていう感じなんで、もっと元気な時にやってほしいんですけどね私はっていう、もうあのね、テレビ局とかね、飛ぶ鳥落とす勢いで、もうすぐにお金いっぱいあるんですよって、そういう時に電波オークションすりゃええのにと、私なんか思うんですけどね。大体こう、毎回パターン一緒なんですけど、こう言ってる産業が、こう言ってきた時に、はい、自由化しますってやるんですよね、日本って。これ毎回そうなんですけど、こう言ってて、そうでしょ、で、原子力発電所で、要するに爆発起こった後、はい、じゃあ上下分離で。電気要するに自由化しましょうって、なんで今やんのとか元気な時にやるんやったら分かるんですよ。そうですよね、お金儲かって儲かってしゃあないんですっていうことは新規参入を促さなきゃいけないじゃないですかお金が儲かなくなってきました、新規参入を促しますっておかしいでしょ政治家仕事せえよとか思うんですけどはい、まあこれはまあ賄賂とかそういういろいろもろもろとかの関係とかで、その力関係パワーバランスってあるけど、経済学上はそうじゃないですか。本当はね。はい。それを説得しにかからないといけない。だから今電波オークションして、要は、要するにネットの回線とか要するに広げていかないと時代の流れに取り残されるってっていう話をね、まあしてたんですけれども、まあついにね、大体こう沈んでいくときにやるんですけど、それにもかかわらず、マスコミ関係者やテレビ関係者はここでやらなきゃいけないのは、1分でも多く、要するに時間稼ぎをしながら内部で血流れないようにどうやって逃げるかっていうことですよ、本当に。内部で血流れないように改革しつつ、要するにこの流れをどうやって要するにちょっとでも遅らせるかっていうふうなのが、本来あるべき姿だと私は思いますよ。はい。だから構造改革内部でやって、要はリストラとかでバーってやったりとかして、やってる間に頼むからあと1年だけ待ってくれっていうふうな対応をしなきゃいけないのに、いや、何ツイッターに電波オークショントレンドに上げとんねんっていう話になるでしょ。俺、だから電波オークション導入したいんかな、マスコミはとかでね。はい。まあ昔ありましたけどね、自民党ぶっ壊すって総理大臣になったのと一緒なのかなという感じですかね。マスコミをぶっ壊すってマスコミがやってるのかもしれないですけどね。はい。っていろいろな可能性ということになるんですけど、これね、全部ね、電波オークションすればでね、話が、ね、論破されちゃうんですよ、これ。自民党の政治家に圧力をかけられて、今の TBS や、要するにフジテレビは自由な報道ができないんですよってね、テレ朝は。はぁ、あ。自民党の政治家に圧力かけられて、それは免許制や、これやんな。
間違ってないですよね総務省が全部要するに首は握ってる状態ですもんね電波利権を全部要するに政治家の方に渡してるんですよねやばいですよねはいということなんで電波オークションすればいいんじゃないですか電波の自由化っていうことで電波オークションでバーってやればいいんじゃないですか外資規制だけかけとけばいいんじゃないですかはい、電波オークションしますって言って電波オークションで自由に買っていいですよっていう風にしてで、みんなが参入でわーって買いますっていう風な話になってそういう風な話になるんだったら電波オークションすればいいんじゃないですかっていうことで解決すると思うんですけどはいですが自民党の政治家に圧力かけられて自由な行動ができないあそうですかってそれは大変ですねと、うん、じゃあ自民党の政治の圧力がかからないように電波オークションしますかっていうもうテレビは見たい人が見るとでネットを見たい人はネットを見るとでネットの方が需要が多いんだったら、ネットの方に電波の供給量を増やして、テレビの方の、供給量は絞るというふうな感じでよろしいんじゃないですかはいという感じになるんですけど仮説1というのはいで仮説2ですね、まあ、これは右側の人たちが多いんですけど小西議員の文章がデタラメだというんですねはい小西議員の文書が出たらめだ、うん、なるほどね小西議員の文書が出たらめだっていうことなんだけどこの小西議員の文書が出たらめで出たらめなことを話してるっていうのは国会の無駄ですよねこんなことに論争に要するに費やしてる時間は明らかに無駄ですよね出たらめないんだから出たらめなことで要するに文書で要するに議論しているっていうふうな話があるんだとしたらその時間明らかに無駄ですよねなんでそういう問題起こるんですかって電波オークションしてないからじゃないですかっていう電波オークションで自由化すればいいんじゃないですかっていう、うん、で電波オークションで自由化してたらこんな問題そもそも起こらないじゃないですかっていうだからこういう文章でたらめだっていうふうなでたらめか真実かどうかっていう以前にこういう問題が発生するという元の元凶を立てばいいじゃないですか電波オークションすればいいんじゃないですかっていうだから仮説3ということになるんですけど総務省が信用できないうんなるほどね総務省が信用できないんですねはい総務省が信用できないということになるんだったら総務省に電波利権を渡しておくべきではないですよねそうですねはい電波オークション制によって入札式によって税金が要するに払われますっていう仕組みにすれば総務省介入できないですよね総務省が信用できないから電波オークションでお金持ってる人が落札するっていう仕組みが一番信用できますよね既に総務省が信用できないんだったらね総務省に権限を渡しておくべきではないですよねちょっともうその税金は税金として要するに上がっていきますっていうふうな感じでお金と要するに電波の要するに相対性でやるべきですよねじゃあこれでよろしいんじゃないですか全部電波オークションですればいいんじゃないですかっていうんではい解決しましたっていうのをやりたいのかなっていう、うん、総務省が問題があるかと言われれば総務省問題あるでしょあそこ要するに省庁再編の時で要するになんかぐちゃぐちゃになってるでしょあそこはい、でその影響が要するに多分いろいろあったりとかしてそれが要するに縦割りのシステムとか介入されないとかいろいろその要するに電波の利権持ってるから要はその政治家が要するに口利きでバーってやっちゃえるとかいうこともあるわけじゃないですか例えばそれを要するに完全になくすっていうんだったら自由化しますっていう話になるじゃ自由に対しては何が必要ですかってお金が必要になってきますっていうことになるでしょってところがそれを要するにしなかった理由は何かっていうと電波っていう利権があって自分たちのところがお金儲かるのがいいよねっていう体制の中でやってきたわけですよ別に私それ悪いって言ってるわけじゃないんですよその体制が崩れると言ってるんですよインターネットとかが出てきてるからその体制がいつかは潰れてしまうということを言ってるわけです、はい、でそれをその動きを加速させたいのかなっていう、はいまさかびっくりな現象だったんですけど私もツイッター見てて右から左まで要するにこれマスコミ関係者だろってやったら電波オークションのことなんか知らん顔してるんですけど右から左までなんか挙国一致みたいな感じでこんな問題が起こるから電波オークションだってみんなこう言ってんぞ本当に真面目な話なんですけど世論って怖いのは世論が要するに電波オークションするべきだよねってなったら今日明日にでも電波オークション始まるんですよ極端な話だって野党乗っからざるを得ないから野党や共産党にしても要するに電波オークションするべきなんで税金でこんなに要するに支払われてないんだよってところを例えば自民党がガーって言い出してきたとするじゃないですか自民党だけじゃなくて他の要するにある程度の勢力を持ってる、まあ、NHK 党とかぐらいだったらまだ言ってるかもしれないですけどそれが取り上げられてピックアップされてガーッと電波オークションするべきだすべきだっていうのがガーって声上がってきたとしたらですか上がってきたとしたら変わらざるを得ない状況ってのは今日明日にでも起こっちゃうんですよってだからそのなんでそのこの苦しい状況の時にこの小西文書で総務省を使ってそのマスコミに圧力がかかるっていうふうなことをなんか大々的にマスコミが要するに報道しまくってるっていうのは
それ大丈夫なんかなって私は思いますけどね。だってこの場合って小西議員は要は自分の文章が真実だと証明される場合助かる道あるじゃないですか。マスコミ助かる道ないっすよ。高市早苗さんが本当に要するにマスコミ圧力かけて、マスコミははい分かりました、高市早苗さんの言う通りやりますって言ったら、マスコミ信用できないでしょ。でマスコミは圧力かかってもないのに高市早苗さんがそういうことやってますっていうふうなことを言うんであるならば、それはマスコミ嘘つきでしょ。これどっちに転んでもマスコミ嘘つきですよ。その与党の言うまんまに要はそれをやってて、その政治家の言うとおり、その政治的に公平性とか私たちは掲げてますって言ってて、実際は高市早苗さんだったりとか総務大臣とかに言うと、はいはい分かりましたって聞くのが我々ですって言ったら嘘つきになるでしょって。逆の状態で、いやいや俺ら独立性で要するに政府の言うことなんか聞いてねえよって言ってるのに小西文書を取り扱ってんだとしたら、やっぱり嘘つきでしょって、おかしいぞ言ってることっていう、どっちに転んでも要するに嘘つきやと。だから右からも左からも攻撃されますよ、極端な話。はい、だから右側の勢力がそうだ電波オークションを導入しろって、俺びっくりした。左側の勢力もそうだ電波オークションを導入しろ、おいこの国は電波オークションの導入に関して挙国一致になったんかと思ったんですよ。ツイッター見てみろ、俺が言っても嘘やって言うんやったら。はい、よろしいでしょうか。はい、それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。はい、私は何回も言ってますから、皆さん穏健派ですからね、強硬派ちゃいますよ。はい。